ね、まつりちゃんの嫁は何人いますか？君は今まで食べたパンの枚数を覚えているのかってやつですね。何人？うん、白髪吹雪一人ですね。あ、嫁だったり妹っぽいなっていうのだったりとか、彼女だなみたいな感じをこう数えていくと途方もないですけど、嫁って言ってんの言うて白髪だけよね。あれ、そうだよね、そうだよ嫁は白髪吹雪だけってずっと言ってるので、はい、付き合おうとか彼女とかは言ってるけど、ちょ、これがまつりちゃんの女は何人いますかだったらちょっと答えられなかったけど、嫁っていう範囲で言うんだったら白髪吹雪だけですね。僕は夫に入りますか？入りません。お疲れ様でした嘘だよ。まつりはまつりすみんなのお嫁さんだお。はにゃ、はい、かわいい。ホロメンで付き合うとしたら誰ですか？うわ、結婚するならアキロゼなんよ。でもこれは付き合うとしたらでしょ。白髪はもう殿堂入りなんであれなんですけど、なんか恥ずかしくなってきちゃった。どうしよう。意外って言われるかもしれないんですけど、紫しおん。ちょっと待って、あー恥ずかしい、うん、ガチっぽいちょっと待ってよ。ちょっと待って、水飲むね理由が聞きたい理由ですか？理由？かわいいじゃんかわいいし、一緒にいて楽しいだろうなって思うしちょっと待ってはあ、なんか喜んだ顔が見たいです。夏いら祭り、あなたともう一人だけ生き残ることができます。そのもう一人はあなたが選ばなければいけません。誰を選びますか？これはね、人類存続のためには男性がいいんだろうけど、普通に楽しそうだからふまわっとまんじいや、星川は多分人類滅亡した時に二人だけ残りました。星川に辛い思いをさせたくない。絶対さ、地球に二人きりってさ結構しんどいと思うんよ。だから星川がしんどいなっていう顔を見たくないし、多分そんだけ人類滅亡ってなったら死んだ方がいいと思うよ。まつりも多分選んでほしくないもん。でもふまわっとはまあいいかなって、しんどい時も俺たちはマブふまわっとは多分絶対うちも残るっていう、まつりちゃんとなら楽しそうやからいいわとか言って、だからまああやつならいいでしょうというところでふまわっとです。はい、次。たとえ世界欺く答えだとしても、信じて差し出す。ゼロ